こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーでございます。ですね、今回ね、前回ちょっとね、次はこれやりますって言ってたんですけど、なかなかね、いろんなやることがあってですね、すぐにできなかったんですけどね。ウォークマンね、最近ね、ちょっといただいたものがあってですね、それをちょっと紹介したい。結構珍しいっていうかですね、ウォークマンにしてはですね、非常に人気のあるものとかももらっちゃったんでねもちろんね、お礼はしてますけれどもね。はい、ということで、今ね、ワッフル作ってたんですよ。明日ね、ホワイトデーっていうことでですね、ワッフル作りました。はい、そうすると今ね、ちょっとうるさい、ガン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 やってるのはですね、あれレーズンパンですね。レーズンの、食パンですね。レーズンパン作っております。はい、ということでね、いろいろと、ね、やることあるんですけど、この前ね、食パンね、2ヶ月大丈夫でしたっていうのがあったんでね、やったんでね、じゃあまあ食パンで大丈夫だったんだったら、まあワッフルはもっと持つかなみたいなことでね。あとはワッフルって結構硬いんで、水分が少ないんでね、だからまあそのままね、食べるのにいいかなと、おやつ代わりにね、おやつとしてですね、食べようかなと思って今作っておりますんでね。はい、プレゼントと一緒にね、自分の分もね、で半年ぐらいね、持たせようかなと思って、ちょぼちょぼと食べようかなと思っております。はい、ですね、まあこれはね、これはね、ちょっとね、前にメルカリで買ったもんですね。あとね、これとかこれね、ちょっとこれからちょっと説明しようかな。これはですね、まあ1990年代だと思うんですけどね。はい、これもね、わりかしね、GX323 っていうやつですね。これはね、メルカリでね、めちゃくちゃ安かったんでね、ちょっと改造したりとかですね、修理したりとかですね、なんかちょっとしようと思って、これもね、EX655 っていう機種ですね。これはね、メタリックのシルバーが特徴なんですよ。またね、ここのやつはね、また随時ね、分解したりとかしてですね、まあ保存版的にですね、ちょっといろいろとね、紹介していきたいと思ってるんですよ、今後ね。はい、今まではね、ちょっとまあシリーズ的にはやってなかったんでね、ちょっと今度はね、その辺もね、やってみたいと思ってるんですよ。あとはですね、これはウォークマンじゃないですけど、TCM400 っていうやつですね。これはモノラルの、テープレコーダー、録音ができるやつです。はい、ですね、これがですね、結構ね、あ、ちょっと待って、これね、よくね、起きるのはね、起きるっていうかですね、まあこう中開けても分かるのはですね、この辺を押してもですね、戻ってきちゃうっていうのがあったりするんですよ。戻ってこないのかな、戻ってこないんですね。押してもですね、戻ってこないっていうかね、そういう、この操作がおかしいやつっていうのはちょこちょこあるんですよ。これはね、もう劣化のせいなんですけど、この前ね、ジュエリー用のですね、スポット溶接機買いましたっていうことで紹介したんですけど、アルゴンガス使った本格的なやつなんですけどね、それをが買った主な目的は、このね、 TCM400 を直すためなんですね。これはね、バネを止めてるですね、軸がプラスチックで、劣化することでね、こう力が加わってる関係でね、バネが飛んじゃうっていうかですね、軸が折れてしまうんですよ。その軸をこうスマートにっていうかですねちゃんとですね、直したいっていうのがあって、買ったんですけどね、まだね、調整っていうかですね、試してないんですけれども、そういうマシンっていうかですね、買いましたね。はい、そしてね、これもこの前確か言ったと思うんですけどね、紹介したと思うんですけど、これがね、WM-R707 っていうやつですね。で、R じゃなくてですね、F707 っていうのが、これと同じような感じでですね、ラジオがついてるタイプなんですけど、それはね、もうね、おかしいんですよ。
本当おかしい現象がね分かんないんですよ。で、分解する前はね、ラジオを聞けたりするんですよ。はい、テープは動かないですけどね。ところが分解した後っていうか何回した後にですね、電源入らなくなってしまうというか、要するにね、発信がね、CPU のですね、マイコンの発信が止まるんですよね、2秒かなんかでね。はい、それのね、メカニズムも分かんなくて、それを起こすね、CPU が何かっていうのを分かってるんですけどね、そのね、CPU だけなんですよ。だからね、CPU のなんか特性かなんかあるのかも分かんないんですけど、これだけね、電気的なね、トラブルでね、起きてるんでね、ちょっとね、R の場合は、ラジオがないんでね、ラジオがないやつで試したことなかったんで、ラジオがない場合はね、電源入るのかどうかっていうところがね、ちょっとネックっていうか知りたくてですね、購入してみたんですけど、これも思った以上にボロボロなんですよね。もうピンチローラーもダメですし、キャプスターもね、錆だらけなんですよね。これ磨いたらどうかわかんないんですけどね。あと電池が入ったんでね、これ電池もボロボロですね。だから電池のバネのところはもう全然ダメですね。かなりダメなやつです。はい、だけどこれね、まあ部品取るっていうよりはですね、そういうちょっと解析用に使いたいと思ったんで、ね、買いました。でこれは安かったのね、買いました。はい、ここからはですね、今回ね、いただいたものなんですけど、ウォークマンの中で、ですね、どこから行こうかな、どこから行こうか、これはね、さっきのね、これのケースですね、こういうケースだから置いといて、まずね、まあ、無難なところでね、言うとですね、EX622、はい、これもね、結構ね、直しやすい機種ではあるんですよね。はい、よく直しました。これはね、だいたいね、確かね、ゴムベルトとかがあればね、直っちゃうようなね、そういう機種ですね。だから直すにはね、非常に楽な機種です。はい、これで起きるのはね、このスイッチのね、接触不良、特にね、このホールドのね、スイッチがこの中についてるんですけど、その接触量っていうのは結構、頻繁に起きるかなってところですね。はい、これもね、非常に、まあ、簡単に治る機種の一つなんですよね。はい、あとですね、これは何であるのかな、よくわかんないんですけど、これはね、ケースだけなんだけど、これね、結構ね、これはね、サルのウォークマンの、WM-の、501ですね、それのケース、これはね、なんでできてるのかな、これはね、素材はね、ABS じゃないんですよ、これ、こう、非常にね、弾力性のある、やつなんですけどね、で、ここをこう外すでしょ、電池はね、ここでスライドすると外れます。で、これでね、問題になるのはね、ここですね、ここ今ね、ここ見るとね、ここ端子がね、ちゃんとね、端子がね、ありますでしょ、ここはね、壊れてるんですよ。端子がもうボロボロになってたりとかですね、場合によってはこのね、棒みたいなやつ、これがね、折れちゃったりなんかするケースが結構多いですね。はい、どうだっか、まあいいや、後でやろう。はい、そしてですね、これからね、真打ちなんですけどね、結構ね、人気があって、価値のあるものなんですけど、まずね、4つ、あ、なんか急に雨が降ってきた、おお、びっくりした、急にですね、結構いっぱい雷雨みたいに降ってきましたね。はい、なんだっけこれは結構かっこいいやつでですね、これはウォークマンプロになるんですね。
WM-D3 っていうマシンですね。はい、これあの D っていうのは、D っていうのはディスクドライブっていうやつなんですよ。ベルトを使わずにですね、ゴムのディスクでもって、まあゴムローラーみたいなゴムのディスクがあるんですけど、それを動かすことでね、ゴムベルトは使わないで動かすマシンですね。ただね、ここのねカウンターはねゴムで動かしてるんですけどね、これ 0.5 ミリぐらいのですね太さのゴムなんですけどね。はい、この辺のね 0.5 ミリぐらいの太さのゴムは、ね、僕が今使ってるのはあの時計のね腕時計とかの腕時計とかのねあのなんてオーリング、うん、それがね結構使えますね。はい、でこれ録音とかできるやつですね。はい、そしてですね開けるこれか、こう開けます。またね個別にはねこれ分解したりとかしてやると思いますけれどもね。はい、あとねあのこの前もちらっと言ったんですけど、これはウォークマンの初号機じゃないんですけど、初号機の場合もこのねこの窓みたいについてるんですけどね、これがね初号機の場合はね割れてしまうんですよ。これもねこれは大丈夫かな、一つにはねこのね接着がね古くなって接着がこう取れてしまう。これはね熱圧着じゃないかな、熱圧着かな、ウォークマンの場合は熱圧着って言ってボンドがねまあ最初にね作る時に塗ってあるんですよ。要するに部品を作る時にね、それで熱を加えてグッとね圧縮するとですねそのボンドが溶けてくっつくってタイプなんですね。だけどそれはね結構ね経年変化でパリパリになっちゃって、割れてしまうっていうケースが多いんで、割れるっていうかですね取れてしまうんですね。でウォークマンの初号機なんかはこのね窓の部分が結構もろくてですね、何で使ってるのかわかんないんですけど、アクリルじゃないような気がするんですけど結構ね割れやすいんですよ。はい、なのでそれもね作ろうと思っております。これからね部品もねどんどん作ろうと思ってるんでね。でこれの、ケースがねこれですね、このケースねなんかポーチみたいですね、肩からかけるのかな、首に下げるのかな、こういうねやつついてますけどね、こういうね、結構ね これこういうね本体はあるけれども結構意外にねこのねこのねケースとかね結構ね捨てちゃったりとかでなくなっちゃったりしてるケースが多いんですよね。これもですねこれ見るとわかるんですけど、これねここ止めるはずなんですけどここがないですよね。うん、こっから取れちゃってるのかな、こっからこうもうちぎれちゃってるのかもしれないですね。はい、こういうのもねもうね革もやってるんでね革細工ねあんまり得意じゃないですけどね、うん、だからそういうのでこういうのもね作りたいなっていうのもあります。はい、さっきのねこれで言えばね 3D プリンターのねポリエステルじゃねえなナイロン素材で作るとですねこういうような弾力性のあるものができますね。はい、いずれやるかもしれないですけど分かりません。あとですね、ウォークマンのですねわりかしねこう定番というかですね王道というかなんですけど、これがね D6C っていうやつですね。これもねケースがついてるっていうのが結構あんまりケースなかったりするんですね。こういうのはケースってほら切れちゃったりなんかするともう捨てちゃったりなんかするんでね残ってないこともあるんですよ。これ D6C ですね。これもちょっと厄介な、マシンの一つなんですけれども、これねほらアダプターをですね自作したりとかしてですね、ここのね DC アダプターですね、 DC AC アダプター、アダプターどこだ、ここにあるんですけどね、自作したりするんですよね。要するにないからねこれ6ボルトで外側がプラスで内側がマイナスなんですけどね、作ったりしますよね6ボルトでね。その時にね
反対にしたら必ずね壊れます。それに壊れるところもね分かってます。あのサーボモーターのねドライバーが壊れます。そうすると何が起きるかっていうと、再生するとですね、キュル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 ですね、目いっぱい回ってくれます。要するにサーボが効かなくなってですね、あの高速回転します。はい、それはね今のところ IC をね取り替えないとダメなんですけど、その IC もねもう手に入らなくなってきてるんですよね。はい、なのでねその IC の代わりにね多少、まあ、サーボのねこれはねサーボねこれはクリスタル使ってたっけな、ちょっと忘れちゃったけどね、うん、非常にねなんていうの、精度のいい、回転スピードを保つようになってるんですよ。その辺のねところはね別回路に置き換えたいななんて思ってるんですけどね、そうしないとそのサーボモーターのねコントローラーがねないんで、違うもので代替できるように、考えたいなとは思ってるんですけど、なかなかね、うん、難しいですね、そういうのはね。はい、改造しないとですね、難しい、はい、ところがあります。はい、随時ですね、まあいろいろとね、いろんなことやってるんで、その中でね結構いろんなねこうブレイクスルーが見つかることがあるんでね、いずれはできるんじゃないかとは思ってはいるんですけれども、うん、まだねキンキンにどうなるかっていうのは分かんないですね。はい、で最後になるんですけれども、はい、これはねウォークマンではないんですよ。はい、だけれどもですね非常にね人気のあるやつですね。これ D6C じゃない、これはなんだ、これはね D5M TCD5M っていうやつですね。はい、これね、TCM5000 ってだったっけな、E5000 かな、なんかちょっと、ちょっと忘れましたけどね。それね、あのモノラルのねやつはね結構、そういうのもあるんですけど、これはねこれはステロですね。ステロ結構かっこいいんですよねこれね。はい、これ結構人気があってですね、ただここちょっとねつまみがないですけど、こういうのはね、3D プリンターで、再生したいと思っているんですよ。はい、ね、そしてまあこれレベルですね、これ。はい、これがですね、マイク端子がついてて、こうライン入力、ライン出力があるんですよ。ラインイン、ラインアウトね。そして電圧は 6V ですね。で電池でもできます。電池はねこういうのね結構かっこいいんですけどね、このねなんか SF っぽいでしょ、 SF っぽいでしょ。これねこうやってこうピッとこう出す、でクッとひねると、そうするとこれが外れると。はい、結構サビがなくて綺麗ですね。はい、こういうねやつ結構僕は好きですね。こうやってこういうタイプ、なんかね宇宙船のねあのエアポッドみたいな、エアの出入り口のところねあるじゃないですか、2001年宇宙の旅かなんかでね、船長があの外に出てる間にですね閉じ込められちゃってですね、それを入るときにやっぱこういうね丸いやつでグッとやってガーッと回してやるとハッチが開くみたいな、そういうね設定があってね、結構わりかしこういう設定好きです。はい、ここはねアルミでできてますね。これフレームもね大体アルミでできてるんですよ。でですねロックオンでしょ、ストップボタンを押して、あれイジェクトボタン、あイジェクトボタンはないだ、これだ、これだ、あれイジェクトできたような気がするんだけどな、イジェクト、あれこれで、あここで入れるとか忘れてましたね。ここで開けてここを押すとですね、これがねちょっと見える、ほら飛び出してきてカセットをポッて上に上げるんですね。はい、これね結構ね普通はねこうパチャッと
こうストップボタンから押すとですね、これがポンと上がってカセットがパカッと出るタイプなんかはありますけど、古いタイプなんでね、これなかなかね味があるでしょワンステップね、これ上げてパカッと押すとですね、カチャッと、カセットなかったっけな、カセットあったらちょっと試してみたいなと思ったんですけど、今ちょっとね、ウォークマンの作業の場所じゃないんでね、ここはね、はい、ありませんでした。はい、ということでね、あとはまあアダプターとかね、いただいたんですけれども、大体ね、メインはこんなところですね。はい、なかなかね、今ね、ゴムベルトはね、もう何年やってるかわかんないんですけど、もう少しで 手が届くかなっていうところになるとですね、逃げてしまうというね。はい、メーカーさん見つけて買えるようになったなと思ったら、ウクライナとかコロナの騒ぎでですね輸出が止まってしまったりとかですね、不安定になってみたりとかですね、ほんでゴムをね、作る材料を買ってレジン屋さんから買ってですね、型でね、やっと安定してですね、気泡も全然入らないやり方が分かってですね、さてこれで安泰というかですね、量産っていうかね、部品販売までできるかなと思ったらですね、そのレジン屋さんがですね倒産してしまいましてね世の中ね、いろいろなことが起きるんですよね。はい、だからこそね、毎回っていうかですね、たくさん言ってるように、選択肢はたくさん持ってないとダメだということですね。例えば今 EV 問題になってますよね。EV 車、ね、ガソリン自動車全部なくしてですね、 EV にだけになっちゃうみたいなね話してましたけれども、今ねヨーロッパの方でも EV はね、このままね進めたらですね電力不足で大変だっつってね反対始めましたけどね。はい、まだ戻せるのかもしれないですけど、これでね全部 EV になって、ガソリンのね、ガソリン車とかの技術なんかを全部放棄したりとかですね、工場なんか放棄したらですね、戻るのは大変ですからね。うん、だから安定するまでっていうか、ちゃんと軌道にっていうかですね、ちゃんとはっきり道筋がね、決まるまではですね、まあいろんな選択肢を持ってるということをですね、保険っていう意味もあってね、はい、あとはね、客観的にね捉えないとダメだと思いますよね。 EV やったらもうずいぶん前からね言われてんのに、なぜかね、そういうの取り上げないんですよね。 EV がね、僕買わないと思ってるんですけど、今ね EV 車ね、乗ってる人の半分はね、EV 車嫌だって言って違う車に乗り換えるらしいですけれども、要するにね、充電にねものすごい時間かかったりとかですね、走ってる間中ね、電気のね残量ね気にしながらね、冬場はね寒い中ね立ち往生しちゃったらどうしようもなんてね、そんなねドキドキしながらね乗るもんじゃないですよ。ガソリン車、僕は軽乗ってますけどね、非常に快適ですね。はい、なのでねはい、ということでね、また今度ねウォークマン関係もね引き続き、別に辞めたわけじゃなくてですね、どうやってやろうかっていうのをずっと悩み続けてたんでね、そんでゴムベルト作ってやったーと思ったらですね、倒産ですからね本当僕の人生もね、2000年からですね、とんでもないね、こうジェットコースターになりましてね、2000年の前まではね、わりかしね安定してたんですけどね、2000年過ぎた時からですね、もういろいろとねジェットコースターに乗ってるような感じだったんでね、まだねジェットコースター続いておりますけどね。はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。失礼します。なおじいでした。失礼します。はい。